皆さんこんばんは、佐々木ですえ。今日はですね、昨日リップルが爆上げしたんですけども、皆さんね、売り抜けることができましたでしょうか僕はね、12月から SEC の問題の時からずっとね、えー、ここら辺から買いだと言っていてで、今回も売りだというふうに言ってました。Twitter とかね、えー、見てくれた方も結構まあ売り抜けられましたとか、えー、コメントもいただいてます。 いいねも増えたりとかねしてますんで、まあ皆さんいい思いした方も多いかったんじゃないかなと。まあ一方見てるだけっていう方もいたと思いますけども、まあチャンスっていうのはこういう時にしかやってこないっていうことですね。で、今回は、まあリップルね、まだ持ってる人とか、例えばまああと、この辺でね、60円ぐらいで買っちゃったとか50円ぐらいで買っちゃった人はどうすればいいのかっていう問題を話していきたいと思いますので、えぜひね、今回もリップル、あとプラスビットコインとイーサイレンもちょっと、えー、重要な局面。まあビットコインはね、微妙です。 だけど、イーサリアムは超重要ポイントまた迫ってきてますんで、まあ今日はね、リップルとイーサリアム、えー、について話していきたいなと思います。で、これから話していくんですけど、その前にね、僕の公式 LINE にまだ登録しない方はぜひ、えー、登録しておいてください。公式 LINE の方で、えー、一般にはね、公開してない、えー、僕のエントリータイミングとか、えー、保有している銘柄の情報とか、売りですよ、買いですよっていう配信もしてますので、まあ登録してない方はぜひ、えー、公式 LINE の方に登録しておいてください、えー。それでは今回ね、リップルの話とイーサリアム、 あと、ビットコインとか、えー、話していきます。で、あと、まあ、まぁ、ちょっと若干ね、コインポストの記事にも増えれるかもしれません。こういったね。うん。で、基本的に、まぁ、あ、リップル皆さん気になってると思いますんで、リップル話からしますけども、えー、昨日ね、まあ、15分足ぐらいの方が細かい説明できるかな。えー、マックスが76ドル、0.75ドルぐらいなんで、まぁ、あ、大体日本円で言うと80円ぐらいまで上がったと思うんですね。で、この80円という高値は、えー、ここの、 えーまあ、0.77なんで、これも80円ぐらい。まあ、直近の,この高値を若干超えられなかった。まあ、取引所によっては若干超えていたりとか、えー、すると思うんですけども、大体まあこの辺で止まってしまったんですね。で、やっぱりこの影響はっていうところなんですけど、まあ、もちろん皆さん昨日から僕話してるんで、WSB っていうね、あの個人投資家の,そのコミュニティの集団が、えー、要はリップルパンプさせるよと、パンプっていうのは、えー 買い,買いましょうということで、みんなで買っていきましょうということで、買っていきました。でその影響で、結局リップルが上がっていったんですけど、で、結局その77、0.77ドル、いわ70円ぐらいを超えられずに、えー、落ちていったといった感じになってきます。まあ、70円を超えたのかな ?80 円を超えられないぐらいで落ちていったと思います。で、僕が一旦、えー、昨日利確したっていうのは0.58で動画を撮ってます。で、その後ですね、残り半分持ってますって言ったんですけど、 あのこの辺まで上がってたのずっと見てたんですけど、この辺あたりからちょうどね、あの、毎日のルーティンなんですけど、息子のお風呂とですね、寝かしつけとか歯磨きとかがあって、その影響でね、あの、見て、途中からね、見れなくなっている間に見る見る教してたのを見てたんです、ちょこちょこ見てたんですけど、あの、部屋がまたね、違くて <laughs>、あの、こっち、こっちの部屋でしかね、家が今2つあって、あの、歩いて、 あの隣,隣の隣の部屋なんですけど、あの部屋が違うしあの、突然そっちに走っていくこともできなかったんで、パソコンがね、あのノートパソコンしか持ってなくて、バイナンスにログインできてなくて、えー、まあ、差し入とかも変更できなくて、まあ、まあ、いっかなと思って、半分ね、リグエタンでっていう感じで、まあ、暴落を見ていったって感じですゆ。夜の、うん、昨日の夜の1時ぐらいまで見てましたよね、暴落して。ああ、これもう無理だと思ったんですけど、まあ、でも明日ぐらいとか、 今週中にはまた、えー、0.5とかぐらいまで戻してくれるんじゃないのっていうところまでは、えー、っていうふうには思ってたんで、あのー、放置してます、今もね。で、今、例えば、あのー、この辺で買ってよっていう人とか、えー、あと、例えば、まあ、含み損になっちゃってる人ですね、若干。若干か、まあ、大幅に。例えば、この辺で買っちゃってる人とか、うん。まあ、どこの場所で買ってもいいんですけども、直近でここら辺で買って、含み損になってるってい方は、 もうですね、諦めてあの、売らないでください。あの、損切りとかしないで、放置いいと思う。本当に5年、10年とか。あの、で、もう本当にリップル無価値になりました。0円になりましたっていう風になっても、よし、それで OK っていうような覚悟で、あのー、マインドで。え、そんなんでいいのとかって思うかもしれませんけど、それでいいです。で、あのー、今下がってきてますけど、まあ、ここでちょっと買い増し、えー、この辺で買っちゃった人はここら辺で買ってもいいんですけど、あのね、できればやっぱりもう一段下がった。 ここら辺ですね、えー。タイミング的に多分0.25とか、えー、ですね。0.3あたりを30円とか下回るタイミング。この辺を、ま、できたらやっぱり買い場かなと思います。今のタイミングで買うっていうよりも、やっぱりここら辺まで待った方がいいですね。できれば。ちょっとそれがいつ来るか分かりませんけど、その後に、えー、まあ上がっていきやすいかなと思います。で逆に、その、この辺で買った人たちが、もう一回この辺で、もう資金ないですっていう人は買えないんですけど、資金ないですっていう人は、 例えば今、その含み益になっている銘柄とかを、ちょっとまあ部分的に理確して、このリップルを買った額と同じ量を、同数をこの辺で入れとくっていう作戦もあります。そうすれば、ここで買った分と、この辺で買った分の平均がまあ約0.5とかですね、この辺あたりになってきますので、要は50円ぐらいを超えていければ、もうリップルはプラスになるという風になっていきますので、 まあ負けしづらいかなと。で、もっとね、リップル軽くしか資金入れてなくて、まあちょっと暴落食らったよっていう人は、ここでその、ここに入れた金額の2倍とか3倍の額をこの0.3とかですね、って入れちゃうと。で、そうすると平均取得段がこの辺になりますから。えわ、ー、かりますあのー、そうなるんですよ。で、そうすると、えー、そんなことしていいのとか、えー、損切りした方がいいんじゃないって思うかもしれませんけど、まあそれはね、もうこういうところで買った人は、もうここら辺で損切りなきゃダメです、そもそも。あのー、 そういうふうにそもそも決めてないといけないんで、こんなでかい幅、値幅を、あのー、下がってから損切るっていうのはもう難千すぎますんで、あのー、もうそれも持っちゃってていいです。あの、放置で。で、逆に下がったら下がるほど。で、逆にもう0.2円と、点二ドルとかですね、20円まで下がっても、まあ、まだお金余ってるんであれば、やっぱりここら辺も買い増しした方がいいですね。とにかく下がるほどに買い増していくというふうにすれば、平均取得単価がどんどん下がっていきますんで、プラスになりやすいんですね。 あと、それで言うと、結局、いつも言ってるんですけど、上がった銘柄よりも、上がってない銘柄。かつ、上がりそうな銘柄。だから今回言うと、僕12月からね、ずっとリップル上がる上がるっていうふうに言ってましたよねあのリ。あの、SEC の問題で訴訟を受けてるとかね。訴訟とかっていうのはリップルだけじゃないですし、リップルも今回初めてじゃないんですね。あの、なんか前々からなんか言われてたような気がしますし、気がしますっていうのは、あの、 一回とかじゃないですよ。何回か注意されてたりとかするんですよね。でなんで今更、しかもなんで今更暴落してんのって感じなんで、あんまり影響ないっていうか、で、暴落した時に買うっていうことで、今回のパンプ。で、逆にこれをね、ここら辺で買い始めるっていうのもありなんです戦略的に。だけど、ここら辺で買って、えー、例えばここの、ここの高値はレジスタンスで売られちゃうっていう可能性もあるわけじゃないですか。こう上がり始めたの見て買って。 いくんじゃないってこ,うこれはもうぶっ飛んだチャート見てるから上がるっていうふうに思いますけど、ここもそうですよ。例えばここら辺まで上がってますけど、ここら辺でこう折れちゃうかもしれないですよね。下落。でもこ、このパターンは上がったんで上がってますけど。ということはですよ結局リップルっていうものとかですね、投資っていうものは株でも何でもそうです。やっぱり下がってきたら、この辺とかでこう買うっていうのがセオリーです。やっぱり大底で買うっていうのは。そうすればやっぱりこういうふうに上がっていきやすいんで、プラスになりやすいです。 ただこれがどれだけヨコヨコするのかは知らないですよ、はっきり言って。ここだって結構ほら、数ヶ月ぐらいこうヨコヨコしてたわけじゃないですか。ね。なかなか上がんないな、リップルみたいな感じで。だけども、やっぱり上がるんで、えー、なぜかっていうところなんですけど、やっぱりリップルっていうのは時価総額も高いですし、その4位とかね、で、ボルカドットに抜かれたりしましたけど、今後もっと順位下がっていくかもしんない。下がっていっても OK。全然まだまだチャンスある。 あのまあ最悪ね、上場廃止とか、もう禁止とかなっちゃって、価値ゼロとかなっちゃったら、もうそれは本当の終わりかもしれませんけど、今現状では、リップル証券って言ったら、他の仮想通貨証券じゃないのとかね、あと EOS とかも、えっと、e、EOS18 ですけど、これもあの訴えられたりしてたんですよ。で、SEC にあのお金払ったりとかして、何億円かな、何百億円とか何千億円とか払って、もう示談みたいな、和解みたいなね。 金払えば OK なんかよみたいな感じなんですけど、あの、それで OK っていうね。もうだから、結局、じゃあリップル、リップル社は金持ってんのって思ってるんですよ。どう考えたってね。あの、だから問題ないんですよ、結局。その金を払うか払わないかの問題、裁判でどれぐらいの金額を払わなければいけないのか、もしくは払わなくて済むのかっていう問題だけがネックになってるだけで、まあ問題ないんですよね、はっきり言って。だから下がるほどに買い増していくといった感じで OK です。まずリップルは、 え問題ないっていうと、あの、この辺で買っちゃった人たちは、下がるほどに買い増していくようにしましょうということですね。で、売り抜けた人たちはおめでとうございますっていうかね。で、売り抜けた人たちも、まあまた下がっていった0.3以下ですね。になったら買ってもいいと思います。僕も買いたいなと思います。で、逆に、あの、僕みたく、下からね、この辺で持っていて、残り半分どうすればいいのって思ってる人もいるかもしれない。僕もそう思ってます。<laughs> あの、僕じゃあどうするよと思ってるかっていうと、まい、あ、大体0.5。まあ、0.45ぐらいでもいいですね。ここ 4時間ぐらいにしようかな。消しますよ、これ。ちょっと汚いんで。えっと、今この辺ですけど、可能性としてあるのは、今日かはわかんないけども、まあ今日か明日とかね、今週中ぐらいとかに、もう一回ですね、こういう風な動きっていうのがあると思います。で、ここで僕はリーグ痛い,いなっていう風に思ってます。ただ、その時ね、ここで、あの、イーサレアムの話が出てくるんですけど、イーサレアムはね、またね、嫌なことに、あの、最高値チャレンジっていうかですね、 これ今度こそ突破するんじゃないのって感じで、上昇トレンドね。アセンディングトライ高根県でのアセンディングトライアングルで、あのー、もうなんかここ突破しそうな感じしてるんですよね。だんだんこう、ボラがこう縮小してきてますよね。だから今回落とされるかもしれないけど、またここら辺で買われてこう突破するとか、もしくはここら辺で落とされる。上昇トレンド割れ。まあ、綺麗に書くとこんな感じかな、もっと。になると思うんですけど、あの、こうなりやすいんですね、本当に。 だから、ここが突破するのか、落ちんのかっていうので、まあ、ビットコインもそうですし、ビットコインはまあ本当にレンジっていうか、なんか上に行きそうな感じもあるし、この辺で、例えば3万8000ドルとか4万ドルあたりでまた落とされるっていう感じもありますし、これね、本当分かんない。どっち行ってもおかしくない。で、イーサリムもこれ、突破したら強いけども、落ちんのもこれ強いです。落ちるときも相当落ちるんで、このアセンディグトライングの先っちょになると、まあ、ディセトラもそうだし、えー、三角持ち合いとかも、 とにかくボラがでかかったのが縮小して、こうなってると、え上も下も強く動くんですね。だこれはもう監視してなきゃいけないです、本当に。もうちょこちょこチェックしておかなきゃいけないっていうのと、このイーサーが動くことによって、イーサーが突破するんであれば、えリップルも0.5とか、まで目指せるんじゃないかなというふうに思ってます。で、僕はこれ、あの、ちょっとね、これ難しいんですけど、うーん、 うーんどうですかね。やっぱまあ、1500ドルですかね。この1500ドルの数字を超えてったら僕は買いたいなと思います。単純にここのね、1440とかだと一旦ここら辺とか超えてて、1470とかまでいってるんですけど、落とされてるんですよね。たぶんこのヒゲとかは超える超えないっていうのはあまり意味なくて、単純な数字的に数字とこのレジスタンスをしっかり超えたっていう意味での1500ドル。 を超えていかない限りは、ちょっとね、厳しいんじゃないかなと。で、逆に1500ドルあたりまでいったら、超えていくんであれば、僕は買いたいなというふうに思ってます。あの、現物で、え買っていきます。あの、ちょっとロングはね、わかんない。あの、イーサーの。うん、ちょっと見てればやりますけど、てか、あの、1500までいきそうな動きあったら、多分ね、もうこの辺で入ってます。1400とか、1400とか、1450あたりでもうこの辺でも強いなと思ったら、あの、イーサーと、例えば USDT とかの、 えー、バイビットとかの、あのー、えー、ロングとかだったら、FX ベースだったら、えー、もうすぐに強いなと思って、ロング入っていってもいいと思う。だから現物はですね、ちょっとまあちょこちょこバイバイっていうのはめんどくさいんで、あのー、やっぱ1500ドル超えて、で、超えたら、どこまでかな、まあ、2000ドル以上まで引っ張りたいですね、最低でも。一番、えー、短期でリグウォートしたところで、まあ2000ドルぐらいかなっていうふうに思います。 それはねむずいんですよね1500ドル超えて1700ドルぐらいまで行くんだけども一旦こ1300ドルぐらい戻ってきてからまた上がるとかっていう可能性もありますしちょっとねその辺が本当に難しいんですよね考え方がだから損切りもちょっとね曖昧ですちょっと超えて例えば1500ドルまで行くけども一旦1300まで戻してからの今度またすぐ行くっていうパターンもあるんでそれがちょっとだいぶネックなんですけどいずれにせよですねイーサも うん、リップルは割とね、まあ残り半分持ってる人は、うーん、まあ見てた方がいいですけど、そこまで集中しなくていいですね。リップルはもうどうでもいいっていうか、僕も半分リグエタンで、割と満足してますで。残りはね、ここでリグってもよかったんですけど、見てたんでね。あの、でもまあもっと上行くっていうところを狙ってたんで、しょうがないですね。半分2倍でリグって、残りも、例えばここ76っていうのは、僕からすれば30以下で勝って2点 えー、0.28ドルで買ってますんで、えー、ギリ3倍いってんのかな ?3 倍いってんのか。うーんと、3倍 ?3 倍いってないっすよね。うん、3倍いってないんで、あのー、数字的に3倍いってないってことは、まあ、あんまりうまみないなと思ってことですね。0.58ドルリグって、で、3倍いく前にリグっちゃうんだったら、それ放置いいなと思ったんで、せめて3倍、4倍とかね、100円以上とか、 ワンチャンあると思ったんですよ。あの、一旦ぶっ飛んで100円とかね。あり得るんで全然。今回は行かなかっただけですけど、基本的には、その、やっぱこういう相場っていうのは、行きすぎる。パンプっていうのは、あの買いが集まってね。うわ、上がってるってね。だから、その、なんで僕からすればこの0.6とかで買うのかっていうのは理解できないんですけど、ね、パンプだっていう,うに言われてんのにさらに買うっていうのはね。ここら辺。だけど、そういう人たちいるんですよ。うわ、上がってるからもっと上がるかもっつって買う。だけど、そこら辺はもう利食いポイントなんですよね。 だから、その、だけど、それが、もうワンチャンワンチャン続いていって、ワンチャンの、ね、犬っていうかね、もう、もうワンチャンワンチャン続いていって、えー、1ドルとか100円とかね、200円ぐらいまで上がる可能性もあったと、僕ツイッターに書いたんですけど、全然あったと思う。うん。可能性としてね、ここら辺で、だからここの高値が意識されたんですけど、あの、でもワンチャンもうちょっと伸びていくっていう可能性だった。ただ、その後はいくら上がっていようとパンプなんで、 パンプっていうのはもう買い,あの買いましょう買いましょうって言ってるだけの発言で上がってるんで、急落するのは間違いないと。で、リップルだけ上がって、しかも BTC とかね、ちょっとまあ上がりましたけど、こことかね、上がったけども、イーサーとかも反応なかったんで、あのー、ま、あ本当にパンプっていうかね、えー、ただの、こう、して、うん、みんなが買いましょうつって、えー、行われたしてだったっていうだけですね。まあ、そもそもそういうふうなことだよって昨日動画で言いましたよね。うん。だからこの辺で買うのやめましょうっていうような感じでした。 で、今日から、えー、明日とかの相場では、この、イーサーですね。これが超えんのか。で、落とされるんだったら、今度は、えー、上昇トレンドでこれサポートされるのかっていうところですね。ちょっと反発するのか。えー、っていうところ。で、買うのかっていう問題ですよ。これ、下に下がった時にこの辺まで下がったんだったら、ラストチャンスだと思うんですけど、買うのかっていう問題はあるんですけど、うーん、悩ましいですね。1300、多分この辺になってくると思うんですけど、1300、 20から60のあたりが、えー、こう、うろちょすると思うんですよね。一旦下がるんであれば、この辺で。ここで買うのかっていう問題なんですけど、これもね、超微妙。うん。僕は買いたくないなって感じです。まあ、えー、イーサ a の、要はイーサーと USD とかの、えー、FX だったらいいと思うんですけど、ロングするんだったらね。さ、まあ、し、あのー、損切りとか入れといて、あの金、ね、気軽に。損切りだったら、ここら辺ですね。1280割とかを損切りすれば、まあいいんじゃないかなと思います。 1300ジャストでもいいかもしんないけど、1280ぐらいの方が安全ですね。1300で差しに入れてる人とかもいるんで、損切りのね。それぐらいでやっていくのはいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、いずれにせよ今日、明日、明後日とかね。まあ、いつも忙しいんですけど、イーサ、えー、まあ BTC、イーサ、リップル。まあ、だけ見ていればいいんじゃないかなというふうに思います。その他、例えばね、ライトコインとかビットコインキャッシュ。まあ、ほぼ一緒の動きなんで、この辺はね。 で、あとじゃあ、えー、コインポスト。まあ、特にないですね。うん、えー、っと。あれ。新しいニュース。あ、これかな。サムネ一緒だからね。変えてほしいね。あ77円台まで大幅反発したが、えー、急落したと。 WSB などって書いてありますね。まあ、特にね、何も書いてないですね、重要なこと。うん、まあ特に問題ないですね、ここは。で、結局じゃあ、同時コインもですね、昨日も話したんですけど、軽く。今どうなってるかっていうと、 あの、こういう風に急騰して、急落しましたよね。だけど、その後またもう一回こう上に行くんで、これを狙って、えまだね、リグウェイてなかった人は、僕含めね、ここら辺まで戻すこと、0.5あたりまで戻すことを狙って、ここら辺でリグウェイましょうよっていう風に言ってます。ね。あの、で、なんでかっていうと、え、そのまま持ち続けちゃダメなのっていうの、それも OK です。全然、持って、ここら辺から持ってる人たちはね。あの、だけど、やっぱり一旦ですね、こう荒れちゃうと、こう、 戻しても、やっぱりこの後こう下に行きやすいですね。これ経験上です。いくらここでイーサが、あの、バコンってね。抜けてったらちょっとわかんない。こう、こう上がってこれ以上行くかもしんないけど、さすがにここのね、ちょっと上髭っていうか、あの、こう急騰急落あるんで、ここで0.5とか超えてね。 え、上がっていくっていうのはかなりきついんじゃないかなと。ほんと10%もないっていうかね、10%以外の確率だと思う。まあ、でもそれもあり得ますから。だけど、まあ、あんまり引っ張んないで、ここら辺でね、変わって残り半分持ってるって、佐々木さん占いでだったら私も占いって思ってた人、まあ、一部いると思いますんで、そういう人たちは、この0.45とかね、もしくは0.55とか、この0.45あたりから、この辺あたりから、 0.55あたり、この辺のゾーン。この辺あたりで、えー、推奨です。ね。残り半分を。うん。で、新規でここで買うっていうのはやめた方がいい。一旦まあ、あの、もう一回仕込みたいとかね、もう一回上がるっていうんだったら、ここで買っとこうと思う人もいるかもしれませんけど、こういう可能性はね、そのまま。で、そういったら、ここら辺は会話です、本当にまた。あの、こんだけ急落して、で、さらに落ちると、まあ、絶対いいですけど、ほぼ絶対こうなるんで、一瞬は。 でそうなったら短期でも現物またリグってもいいと思う。で、そうなったらまたこう行くんで。っていうことですね。あの、これもう鉄板なんですよ、こういう動きっていうのは。ここで上がっちゃったら下がるし、ここで下がっちゃったら上がるっていうね。いつも言ってますよね。あの、チャートってどうなるかわかんないけども、こうなったらこうなるっていうのは、こう決まってるんで、大体のケースでね。これどっちも8割型のケースで、こうなると思います。特に、まあ、リップルとか、なおさらですね。えー、ということで、えー、そんなふうに思ってます。あの、今日、明日はね、 リップル、えー、イーサリウム。まあ、リップルよりも、まあ、イーサーですね。うん。これをまあ注意して見ていった方がいいんじゃないかなというふうに思ってます。ビットコインもまあ、あの、イーサーが抜けるとビットコインも強いんですけど、ちょっとね、これね、でイーサーが1500ドル超えたっていうふうになった時に、ビットコイン買うのかっていう問題なんですけど、非常に難しいっていうかね。うん。ここがなんかレジスタンス見たくなってますけど、 ちょうどこれは1000、3500ドル、3万5000ドルぐらいか。なんで、まあここ、こう、超えたらこう行きやすいんですけど、まあ、にしても今度ね、この、ここのヒゲがあるんで、ビットコインね。で、これも WSB の仕業さっていう風に、リップルみたいな感じで言われてますんで、まあ、イーロン・マスクさんの発言とかね。イーロン・マスクさんの発言と、プラス WSB のコミュニティ内で、うわ、ビットコインやばい。まあ、イーロン・マスク、ビットコイン買うかもしれない。上がるよ。片方いいよ。みたいなことで言われて、 パンプしたっていううのもあると思うんで、すねパンプっってていいううのを爆上げさせたっていうのでその時売られたっていうだけなんじゃないかなというふうに思います。で、その頃はまだコインポストとかもニュースで報じなかったんで、僕もイーロン・マスクさんだけだと思ったんですけど、まあ,あの、まあ、そういった WSB とかの影響があったんじゃないかなと。てか、それしかないと思いますね。イーロン・マスクさんの発言っていうのもあるかもしれませんけど、それ半分 WSB 半分だと思います。なので、で、今回の影響によって、そのもう WSB の え、してっていうのは、あんまり今後ですね、あの、影響力なくなってきますんで、要は、もうあんなね、こ、こんなことやってる、そのコミュニティ内で、その、例えば、次これ上げようぜとか、上がるよとかって言ってて、あの、どんどんみんなそれで、ほら、損失こう持ってったりとか、あまり上がらなくなっていくんですよね、リップルとかも。上がりましたけど、リップルもね。だけど、同時コインほど上がってないわけですし、あとゲームストップの株とかね。 まだ上がってないわけなんで、どんどん影響力っていうかね、もう、そんな同じことが通用するわけないんですよ。だから、あの、もう WSB の影響とかあまり気にしなくてもいいかなと思います。ただもうその、イーロン・マスクが買うとか言い出したら、ちょっと、ふざけんなよって感じですけど、ちょっともう大荒れになっちゃうと思いますんでね。それ確か、昨日だからコインポストさんの記事で、イーロン・マスクさんが、クラブハウスっていうね、あの、音声のなんか SN、SNS みたいなので、ビットコインとか同時コインに触れて、 で、なんかあまりその、いいとは思っているけども、あの、ほら、市場がれることを懸念して買うとかっていうのは名言は避けたみたいですけど、でそういうので、なんか落ちたみたいですね、この辺は。なんで、まあ、イーロン・マスクさんとかの影響力はちょっと、あの発言とかはね、ちょっと注意しなきゃいけないんですけど、それ言ったってもわ分かんないんで、どうなるかはね。だから基本チャート的には、買い場でも売り場でもないっていうこと。うん。ちょうどだから、ここの下の2万9000ドルと、えー、4万 え、2000ドルの、ま、間までいかないけども、下なんで、下の方なんで、うん、上行くのも下行くのも微妙かなって感じです、ピットゴムね。ただ、イー a r ムはもう最高値に迫ってますんで、これはもう要チェックです。これ、うん、超微妙ですね。これちょっとわかんない、本当に。うん。だけど、要チェックなのは間違いない。え、注意して、この、え、1500ドル超えていくのかっていうのを見た方がいいですね。なんか超えてきそうですけどね。超えていくけども、なんか、 うー無限にあ、あの、ビットコインが2万ドル超えた時みたく無限に上がっていくんじゃなくて、まあ割と乱攻撃するんじゃないかなと。うん。ビットコインがついてこなそう。その時に。上がるけども、そんなに、ビットコインもパコンパコンパコンってね、4万2000ドル超えっていうのが2月に起こるかっていうと、そうでもないような気がしますね。それで言うと、例えばイーサリアムとかも、この辺まで上がってこういう風な感じで落ちたりとか、えー、あり得るかもしれませんし、ちょっとそれはね、わかんないですね。本当に。微妙。うん。 とりあえず、ちょっとね、あのー、そこまで強くないんじゃないか説ですね。僕はビットコインもイーサも。2月はね、もう材料とか、なんかこう、一旦調整のフェーズ入るんじゃないかなというふうに思います。なんとなくね。だから、この辺で、まあ、4万、違う、1万、違う、<laughs> 1万じゃない。えっと、1440ドルとかですね。この辺の高値あたりから、ショートしていってもいいかもしれない。1500ドルぐらいまで。このあたりまでね。 突破した後見せかけての急落を狙うって感じですねもう落ちるときはですね、半端なく落ちるねその騙しみたいなパターンですね。こう言ってこうです。本当に落ちるときは。で、落ちる幅もこの辺まで落ちます。大体ね。うん、落ちるときは。ゴラも狭まってるんで、そういう感じはあるんじゃないかな。で、そうなると、もう2月はこんだけね、イーサーが落とされると、もうビットコインもリップルも、もう、なんていうの、あの、多分2月中は全部調整なんで、3月ここなんで、 3月あたりからまた相場がこう良くなっていくとか、えー、上がっていくっていう感じになるんじゃないかなという風に思ってます。まあ、ちょっとわかんないですけどね。突破していくんだったら強いと思う。うん。1500ドル一気に超えて1600、1700まで軽くいくと思いますね。なので、あの、とりあえず今日、明日、明後日とかね、ここが落とされるのか、落とされて今度は上昇トレンドでサポートされるのか、そこは、えー、チェックしておいてください。まあ、リップルも引,引き続きね。 まあもう旨味ないっすね。どちらにせよ。まあ、持ってる人は、えー、放置。えー、持ってない人は買わず、待つという戦略。で、ビットコインも、えー、買い場ではないと。売り場でもないといった感じですね。えー、ということで、今回の動画一緒になります。えー、今回の動画良かったなと思う方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録。あと、その他ね、えー、僕の公式 LINE、公式メールマン、相談 SNS もやってますので、えー、登録やフォローお願いします。それでは本日の動画が一になります。最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。